去年寄せ植えにしたアジサイ、マジカルレボリューションです。そしてこの間にアジアンタムをちょっと、去年5月のこちらの動画のその後の様子です。アジアンタムもちょっと水割れして茶色くなっているところがあるので、もうカットしようと思います。マジカルレボリューションは長期間花色の変化を楽しめる品種なので、もう少しこのまま楽しんでもいいと思います。私は早めにカットして切り花で楽しみます。下の脇芽が膨らんでる上でカット。ここでカットします。これはこの花のすぐ下の芽が結構膨らんでいるので、この上でカット。このマジカルレボリューションは咲き始めが明るい黄緑、次ブルーとかピンクで、アンティークなグリーンみたいな色に変化します。個体差とか水分量もあるので、同じ品種でも色が違うことがあります。コンパクトな品種なので剪定はあまり必要ないのですが、花後の剪定は夏までにやります。アジアンタムもまた下から出てくるので、茶色くなったのはカットします。アジアンタムは観葉として売られてて、暑さ寒さに弱い、枯らしやすいっていうイメージだと思うんですが、春から秋の成長期なら地上部全部カットしてもまた柔らかい葉っぱが出てくる、本当はとっても強い植物です。真夏は外の日陰で育ててます。9月後半になって外の日向に出してます。肥料も有機肥料を追肥して、さらに液肥もあげました。秋はよく日に当てて、液肥も2回ぐらいは追肥してます。こんな感じで来年の新芽がかなり膨らんでたくさん出てきてます。この辺は来年花芽になってくれる枝です。アジアンタムも一回切り戻したので、また下からいっぱい出てきてます。こっちもざっくり切り戻したので、まだ短いですけど出てきてます。秋からは一日中よく日が当たる場所に置いてます。アジアンタムも両方とも元気で、アジサイも葉っぱは全部落葉して、芽がすごく膨らんでて、下からも新しい芽がたくさん出てます。このままでも今年咲いてくれると思うんですけど、冬の間にアジアンタムとばらして植え替えたいと思います。まず、いつも通りこの山菜採り用のナイフです。これを使って周りほぐしていきます。まだ植えてそんなに経ってないので、ほぐしやすいと思います。今もう花芽ができているので、これも花芽傷つけないように気をつけてほぐします。根っこは冬今休眠してる時なので、根っこを少々切っても大丈夫な時期なので、植え替えは今とてもしやすい時期です。なので鉢植えのアジサイを地植えにしたり、あと鉢増ししたりっていうのに、冬はすごく作業しやすい時期です。で、
アジアンタムは今本当は植え替えする時期じゃないんですけど、アジアンタム自体はすごく強くて、シダ植物ですごく強くて、私はこれまた春から地植えしようと思っているので、これだけ分けて仮植えしておきたいと思います。ここのギザギザのナイフの部分で分けていきます。まずは2つに割れて、こんな感じで分けれました。アジサイ2株を今回はこの陶器鉢で直径28センチ、高さが22センチぐらいの鉢に2株一緒に植えようと思います。まずこの今抜いたアジサイ、この根元から新しい芽がいっぱい出てるので、これを傷つけないように表面の土には雑草の種とか、あとカビ菌とかが残ってるかもしれないので、少し落として、あと少し土をほぐしておきます。今はもう休眠期なので、根っここれぐらいブチブチに切れてても大丈夫です。葉っぱからの急激な蒸発もないので、バランスを崩しにくいです。で、ある程度古い土を落としたら植えていきます。苔っているところは水が入りにくいので取ります。古い土をできるだけ落としました。そしてこれ肥料入りの培養土です。アジサイ専用の土とかも、赤色アジサイ専用の土、青色アジサイ専用の土っていうのもあるので、赤色青色っていうのをこうはっきり出したいなっていう場合は、そういう土を使うのも間違いがなくていいと思います。で、後で肥料で調節することもできるので、培養土に植えといて、後で固形の肥料をあげるときに赤色アジサイ専用の肥料、青色アジサイ専用の肥料っていうのをあげてもいいと思います。赤色にしたい場合は、肥料以外に苦土石灰をつぼみができる4月下旬頃に株元に1握りぐらいパラパラっと混ぜておくと赤が出やすくなります。今回は私は弱酸性の土で植えてます。お箸で周囲にこう土を落としながらしっかり植えていきます。鉢の大きさは、これ今から15から20センチぐらい伸びた先に花が咲くっていうことをイメージして選ぶといいと思います。
根鉢も二回りぐらい大きい方がこれから葉っぱ出てきた時に水やりも管理しやすいと思います。そして次はアジアンタムです。下からこう赤いくるくるってした新芽がいっぱい出てきてます。これも今肥料入りの土でもいいと思うんですけど植え替えておきます。アジアンタムは観葉植物として売られていることが多いんですけど、まあここはちょっとあんまり雪積もんないところなんですけど、この辺だと地植えでも耐えてくれます。本当何にも肥料も何にもあげてないんですけど、毎年こんな感じで葉っぱ出てきてくれてます。もう本当何年ぐらいやろ、多分5年以上地植えしてるアジアンタム、これはミクロフィラムだと思います。ちょっと先日の寒波で霜で茶色くなったところもあるんですけど、冬でもこんな葉っぱがあってわさわさしてます。今外に植えるとちょっとかわいそうなので春から地植えしたいと思います。それまでの仮植えです。観葉植物は、まあ、お部屋で育てないと冬越えれないものもたくさんあるんですけど、寒さに耐えれてお外でも行けるっていう植物もあります。関西でも結構南の方に行くといろんな植物が外で育ってたりします。例えばクッカバラとか、あとユッカ系はお外でも全然寒さに耐えるし、この辺雪が積もってもユッカは外で大丈夫です。アジアンタムもそうなんですけど、いろんな植物が意外と寒さに耐えることができます。でも今温室で育ってたのを急に外に出すっていうのはもう全然ダメなので、春からお外で育ててるやつとかはすごく寒さにも耐えることができます。今回は仮植えなのでもう一緒に植えておきます。アジアンタムは土もあんまり選ばないし、まあ、排水性がいい方がいいんですけど、そんなにデリケートな感じではないです。たくましく育ってくれるのでそこまで土は選ばないと思います。空気中の湿度は必要なんだけど、土が濡れっぱなしっていうのは良くないので、土は排水性がいい土に植えます。で、ちょっとこの上がもさもさしてるので少し汚いのは間引いときます。今まで外にあったのでマイナス 1,2 度とかぐらいまで全然耐えてたので、これからは軒下で春まで養生したいと思います。植え替えた後はたっぷりお水やりしときます。めちゃくちゃ乾いてる土なので1回では入っていかないので、何回かに分けてたっぷり水やりします。今肥料入りの土に植え替えたので、これを寒肥代わりにしてこれで OK でもいいと思うんですけど、植え替えてしばらくしてこの活力剤をあげたりとか、あとこれ微粉ハイポ、これを春葉っぱ出てきたぐらい3月とか後半4月初めぐらいとかにあげたりしてます。そうするとこの葉っぱの色もぐっと良くなって立派な株に育ってくれます。そしてちょっとこれ見にくいんですけど、今だいぶ手で潰したんですけどアブラムシがついてます。新芽にアブラムシがついてます。ここもだし、下から出てきたつぼみにもアブラムシがついているので、
いつものオルトランも株に巻いておきます。プラス上からもスプレーしたいと思います。今はまだ寒いのでアブラムシの活動も活発じゃないんですけど、春からこの3月の新芽にアブラムシがつくことがあるので、アブラムシがつかないように予防のオルトランとか巻いておくのもいいかと思います。アジサイの挿し木とか育て方の動画です。よかったら見てみてください。ご視聴ありがとうございました。